はい、じゃあ行きましょう。赤山古墳ちょっと覗いてみましょうか。せっかく来たから。車まっすぐ行けたかな。入れましたかね。正面がそうでもあります。あら、バナナの木が。いやー、これちょっと空気がわからんな、これでは。こっちが円墳やね。後円墳の方やね。もう、ずいぶん前だ、こう回ったね。まだあの頃水が入ってなかったんやね。何年ぐらい前かね。何年ぐらいやね。五眼工事やってないぞ。おお、看板ある、ここにほら。高山君。全長が200メーターあるんやけどね。225メーターか。高さが20、高さ21メーターか分からへんねんけどね、これね。こっちがそうやな、これが。あら、入れませんか。展示時間は4時までかね。向こう、赤山古墳。これは古かったやろ、確か。これはね、円墳で。68メーターの10メーター。いつやって？ 5 世紀の前半。そんな古くないか。変わらんぐらいの実家やね。これも、天井が開いとればね、ちょっと中、奥の方から覗けるんやけどね。まだ歩けなかったかな、外。感謝してるかね。あら、自動販売機が。これは歩いたんだわ。はいはい、わかりました、わかりました。結構大きいんだよね。これが、高山古墳でございます。確か出れなかったかな。記憶残ってないね。出れたかな。やっぱり行き止まりでございましたか。残念でしたか。幼稚園でございましたか。白鳥幼稚園。あ、見えてきたぞ。この古墳は何だったっけ。西馬塚古墳やったっけ。高いね。行きませんか。左方向です。はい、見えてきました。かなり高いんだけどね。右方向です。高っ。これね、中一回回ったんだけどね。観光ガイドさんからクレーム来ましたね。クレームがここやな。これが西馬塚古墳やったかな、やったっけね。やっぱり西馬塚古墳で合ってたんや。これが一辺が45メートル、高さ10メートルもあんの。ねえ。こんなやつやね、前、何昔は。周り今もうみんな住宅建ってるんでね。5世紀の後半でございます。高い、10メーターもあるから高いね。
行きましょう。いいね、なんかね、本当でございますね。